皆さんこんにちは、カイチャンネルの時間です。今日はカイチャンネル初のダンス企画です。お、最近体育の授業でも取り入れられているというダンスですね。流行りの。そうなんですか。え、最近の小学校中学校ダンス授業であるよ。そうなんだ。そう今日はですね、ブレイクダンスです。そっちか。ブレイクダンスですよ。男だったらもう学生時代とかも憧れたでしょ。ブレイクダンスできるやつモテるやん。確かに。かっこいいなと思って、俺昔から大好きなんですよ。なんで今日はこのスタジオね、門前仲町のハイパーミックスさんってとこなんですけど、ここをお借りして、ブレイクダンスのスペシャリストにね、教えていただけることになってますんで、ちょっと紹介していいですか？お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、クレイバージャパン TV、 そしてファウンドネーションのドラゴンと一斉です。はい、よろしくお願いします。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 ブレイクダンス教えてもらえないかなっていうのをね、言ったら、なんと本当にスペシャルな方にね教えていただけるということで、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。全然僕素人なんですけど、学生時代にね、動画とかを見ながら友達と遊びでやったりなんですけど、ちょっと今日覚えたいなと思って、なんかウィンドミルぐらいできるようになって帰りたいなと。確かにいいですね。やっぱり憧れますからね、ウィンドミルは。そう、憧れるんで、でも一日でできるようになるもんです。いやでも、カイさんなら、なんか一日でできちゃいそうな気がします、僕は。本当ですか？うん。なんかそのぐちゃぐちゃなフォームなんですけど、一応多分回れるは回れるんですよ。おお、すごい。今までなんかどっかでこう、いやもう体育館で、あ、友達と、はい、適当にふざけてとか、ふざけてやってたんで、はい、適当にやってて、ね、ちょっともうなんか一緒にできてるっていう。いや、本当にできてるとかね。本当ですか。今日はちょっと形にしたいなと、はい、あとはいけるところまで挑戦したいなと。おお、いいですね。全然何もできないんで、今おでちょっといろんな技を習得して、うん、はい、ちょっとモテたいなと思って。おお、いや、もうモテるじゃないですか。いやでもね、B-boy 結構、男にモテる。そうなんですよ。意外に、女の子受け、そんなにしないですよ、実は。格闘者と一緒っすね。そうなんですか。格闘家も男からモテますから。ああ、やっぱそうなんですね。明らか練習終わりの B-boys に、伊勢くんですよね。そうありがとう。確かに。そうですね。やっぱ男が憧れるんですよ。そう、ブレイクダンスって。いやでも、できるようになりたい。なってほしい、なってほしいです。ダンスできたらかっこいいんですよ。かっこいいと思いますよ。今日はちょっと教えてください。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。ちょっと視聴者の皆さんに、お二人の凄さをちょっと知ってもらいたいので、ワンムーブちょっと見せていただけませんか。もちろんです。大丈夫です。もちろんです。ビビりますよ、だっていいですか、じゃあ。もちろん、もちろん、もちろん、いつでも大丈夫です。音楽流れちゃったりして、もしかして。じゃあ順番に。あ、そうですね。じゃあ、はい、から最初いと思います、はい、ドラゴンさんから。はい、じゃあ、行きますね。はい、ゴー。おー、おー、おおおえぐっ。人間の動きじゃないんですよ。本当に CG でしたね、完全に。完全にアニメのね、サンジだよ、サンジ。でも今日はカイさんが今そうですやってもらうんで、ブレイクダンス。ちょっと無理かもしれないよ。いや、全然大丈夫だと思いますよ。今のレベルは絶対無理なんで、少しでもね、なんかダンスできるんだよぐらいの、ちょっとできるんだぜ。どうして 弱気じゃん、なんか今日急に。確かに。いやいや、ちょっとあんな見せられない。あんまでかいこと言えんよ。カイさん大丈夫です。そのために俺たち来たんで。大丈夫です。自信持って大丈夫です。はい、教えるのもスペシャリストだと思うんで、もう任せてください。任せてください。はい、準備運動できました？バッチリです。はい、もうね、ちょっと体硬いんですよね。お、体硬いんですか？はい、意外ですね。大丈夫ですか？全然、僕もめちゃくちゃ体硬いんですけど。嘘ですよね。いや、本当です、本当です。めちゃめちゃ回ってましたけど、足で。逆もブリッジもできない。全然できない。それでも大丈夫なんですか？全然。はい、あ、安心しました、これは。そうです。そんなちょっと不安そうな甲斐さんのために、はい、今日僕、こんなの作ってきたんで、ドーン。おー、これ分かりやすい、はい、これちょっと分かりやすいと思うんですけど、はい、フレーバージャパンのね、あのブレイク検定ということで、はい、こうやってレベルが ね分かれてるんですよ、はい、星1から、そうですね、
はしごまで、はい、やっていきたいと思うんですけど、まずチェアっていうのからね、バックスピンだったりラビット&マックスフリーズとか、うん、ウィンドミルとか、ナインティナインティアはトーマスっていうのがあるので、もうこれは今日はここまで甲斐さんには言ってほしいなー、ね、僕、うん、技の名前知ってるんですよ。はいはい、ありえないですよ。えこれ多分1日でできるもんじゃないですよ絶対。カイさんだったら、このチャンネルで多分ね、ミラクル起こすと思うんで、僕、カイさん。ちなみにですけど、うん、何日ぐらいでできるのが平均の目安みたいな。そうですね、多分これをちゃんとマスターするってなると、普通に2年ぐらいかかる。そうですね、マスターするには、王道は、普通の一般人だったら2年なんですけど、でもカイさんです。いや、いけると思う。ね、この辺は1日でできそうですか。これは多分いけると思います、ね、1日で。普通の人の基準ですよ。普通の基準でも多分チェアは大丈夫です、はい、これもいけます。これも多分いけます1日で。はい、これはここら辺からちょっと半年とか3ヶ月とかでこれは絶対人によっては1年から2年かかったりかかります。でここはもう1年絶対かかります、はい、今まで見ている感じね。いけますよ。1時間なんですよ1時間、そうですね、1時間しかない、はい、でも解散だから大丈夫だと思います、はい、目標じゃあ、うん、どこ行きますか。ここですよ。よし、そうですね、よしよしよし、そうですね、行ったりましょうよ。行きましょう。ウィンドミルこの辺を完璧にできたらもう結構かっこいいじゃん、普通に、うんうんうん、普通の人できないよ、うん、だからここ行きたいですね、まずここは完璧に、はい、最高の足にやろうか、じゃ巻き込んでいくスタイルですか。はい、でもいいと思います、もうみんなで。こんなチャンスないんで、はい、うん、教えてください、ね、ぜひ。はい、こういろんなもうスポーツ選手とか、う、ね、こうなんかレベルがあってできてきたら面白い。確かに。じゃあ初めての、はい、そうですね、チャレンジということで、よしよしよし、1人目、はい、ここまで、ここに名前をね、はい、行きましょう、貼ってもらえるように、はい、お頑張りますよ今日は、うん、じゃあ早速じゃあ、はい、最初のよろしくお願いします。お願いします。最初のレベル3ぐらいのでもパンパンパーンっていっちゃいますよ。あ、できたらかっこいいですね。流してよ。はい、じゃあちょっと一星君にチェアってどんな動きなのっていうのをちょっと一回きます。チェアこういう形です。パンこんな感じ。はい、いろんな足を上げたり伸ばしたりとか形変える形あるんですけど、基本の軸は変わらない。いろいろありますね。はい、もうここまでめっちゃ難易度高いですけど、まあよく見るやつですねこれ。はいはい、ブレイクダンスではもうザって感じの、はい、バシッて止まるやつね。バシッとね、フリーズの今日できたらカシャって撮ってインスタとかツイッターのアイコンをこれにして、あ、これはいさん、どうしたんだろうって競技変更ダンサーやったみたいなまだしゃがんだ状態から、あ、もうほんと正座しちゃってください。正座した状態から軸手右だったらこの横にもう肘を動かさないようになるべくこう開いてないような状態を作って、このままちょっと側転していくように横に倒していきます。で、頭ついたら下の足を前に伸ばしていくともうチェアの形になる。おお、はい、そう、ここの脇を離さないようにして、おーおー、もうでも、おー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 、あ、できて、早くないですか。もうできましたよ。いや、今浮いてましたよ。チェアの形って綺麗に入って、はい、クリアさん、あのチャレンジしてる、チャレンジしてるムキムキやったら、でもそう、ここで上の足惜しい、ね、惜しいクリア。ちょっとボードそうです、ね、先生たち困ってますけど、はい、カイさん、ここにカイさんの作ってきたんですけど、はい、こういうの作ってきたんですけど、カイさん、今の見た感じ、伊勢さん、どうでしたか、はい、100点だと思います。 OK です、チェアクリアクリアです。サクッといきましょう。チェアオッケーです。本当にサクッといった。そう、本当にサクッといった。じゃあ続いてもサクッとこのままバックスピンいっちゃいましょうか。聞いてます、はい、聞いたことある。じゃあまた今日伊勢さんにバックスピン見せていただきたいと思います。もう名前の通り背中で回るのがバックスピンです。伊勢くんバックスピン得意なんで、いきます。これがバックスピンです。おお、おい、チェア。おお、これはきついんじゃない。すごい、めっちゃ回ってたね。はい、マジ贅沢ですよ。やり方までしっかり教えてもらえる。確かに、はい、2対1だしね。足をちょっと開いて足座ってる状態ですね。で、そこから手をちょっと広めに取ってください。近くだとうまく倒れられないので、ちょっと広めに取って、で、左足でかな、甲斐さんの場合は右利きの人が左足を横に、そうです、こっちの方がいい。あ、こっちの方がいい、はい、じゃあ右の方に左足から、あ、右足の方を左の方に、で、足を上に広げていきます。一回ちょっとこの形を体に覚えさせてあげて、横キックして上になっていって、で、上になった時に体を落とすみたいな感じですね。それを早く息をよくやって、こういうふうにちょっと回っていくっていう感覚をつかんで、横キックして
はい、キックしたら、おお、2周行きました。もうできてましたね、今の。良かったよね、今行けてました。行けました。今の良かったですよ。左手でこうちょっと押すかのように引っ張ってあげながら、こうやるとこっちに行きやすくなって、回りやすくなる。あ、そうです。はい、めちゃめちゃいい。早っ。すごい。やだ、回れないで。なんかできてるね。なんかできてる、できてる。うん。佐藤君、斉藤選手どう？斉藤君なんかいいだ。あらら。斉藤君なんかちょっと違う。でも普通はこうなる。普通はこうなる。普通なんですよ。でも逆に言うと。あ、普通の。最初はちょっとお尻とかで回って感覚掴んでいきながら徐々に背中に落としていく。接地面が小さい方がいいですね。多分。はい、そうですね。背中がもっちゃ高いところ。うまい。全然動いてないですポイント。もう2つぐらいですすると、はい、最初のこの押した方もうなんか僕ら地面掴むって言うのするんですけど、はい、指先でこうやると、はい、あの加速度がもっと上がるっていうのが一つと、さっきの接地面が短くする小さくするっていうので、あの目線をへそのところにこう持ってきたりすると結構そのなんだ腰も高さが出て回数が稼げる。おーすげえ。そう見たらすげえ。帽子吹き飛ぶぐらい回ってました。遠心力がすごい。ぐる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 。おーおーいいね。戻ってきたね。はい。おお来た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 。カイさんもう大丈夫です。ここ、はいはい、ここに行っちゃいましょう。イエス。バックピン。クリアです。全然いいよね、大丈夫。俺3ヶ月以上かかったここはちょっとね、一応一石にはいけないところになってくるんで、ラビット&マックフリーズっていうちょっとね、あの逆立ち系の。そうですね、逆立ち系。逆立ち僕得意なんですよ。俺、倒立はできます。結構本当ですか。あの歩いたりとか。え、じゃあもしかしたらっていうのがあるんで、早速じゃあラビットからやってみますか。はいはい。まあ、ラビットっていうのはやっぱウサギとイメージしてるんで、こう耳みたいな感じで足をバタバタさせていくのが、これがラビットなんです。うお、で、振り向きを変えたりとかしながら、こうやったりしながらやるのがラビットなんですけど、まあ、これも結構難易度高いんですけど、最初もしかしたらこうやって両方をホップするようにやるラビットの方が、アイさんやりやすいんじゃないかと思って、こういう風に最初は飛んでいくラビットの方をやってもらえたらと思います。いけるんじゃないこれは。そうですね、足を向く。あ、あれ、すごい。もうほぼできてるみたいな。あれ、できてますね。あ、そうです、そうです、そうです。あ、リズムが難しいですね。そうですね。なんかこう手を、肘をちょっとなるべく曲げないようにして、伸ばしていきつつ、足の、足で飛ぶ。そうです。足で腰を持ってってあげる。腰で飛ぶみたいな。はい、そう、はい、すごい。うわ、すごい、おわ、すごい。完璧。なるほど、なるほど、なるほど。そうです。うわ、あの、嬉しいんですけど、悔しいですね。なんか、あの、いけた、いけた、いけた。嬉しいんだ。すごいね。あれ、欲しいっす。じゃあ、あの、あそこに書いてある、マックスフリーズ。これはさっきの跳ねてるのから今度は止まる系のフリーズ、さっきのチェア系の属性ですね。フリーズっていう止まるやつなんですけど、はい、まあ、ちょっとやるとこういう、あ、インスタグラムよく見るやつ、よく見るやつです、ね、よくブレイクダンスといえばみたいなのが、はいはい、ダンススタジオとかってよくこう出てくるときにね、絶対これあると思うんですけどからこういう風に一回片手になってみてください。両手からここからあれもうあの上半身はもうそれで完璧です。すごい。であと足なんですけど、足はちょっと難しいんですけど、左足を自分の耳側の方にこうやって開いていくんですけど、下半身の部分は全体的にガニ股を意識していくとこうやって開いていくんです。それを胸出すと同時にこういうふうにちょっとガニ股になると、ちょっとずつマックスっていう形に近づいてくるので、ここから開く。おお。いや、すごいすごいすごい。わあ、すごい。すごい。完璧ですね。行きました。あ、完璧ですね。先生黙っ、先生黙っちゃってるもん。ちょっと、もう何も言わずとも、もうあの、はい、ですね。あれちょっとマジか。トントン拍子なんですけど、ここまで。クリアです。クリアです。はい。いや、おかしい。初めてですよね。あれ、あれ今日そういうドッキリとかじゃないですか。初めてですよね。初めてですよ。これ初めてです。難易度もっと高いのがあるんですか。もう、片手ラビットか、このそうです、ね、ダブルジョーダン。ダブルジョーダンがあります。できない。ダブルジョーダンっていうのがあるんですけど、
今片足だけ伸ばしてるじゃないですか、はい、これを両足をこういう風に伸ばしてこういうなんかちょっとこういう形になるんですけど、これを逆立ちでこういう風になる。うまい。これ結構難しくて両方こっちに持ってこなきゃいけないんで、こういう風に。おお。これ結構難しい。くの字を意識してお尻を目いっぱい後ろに引っ張る感じ。はい。結構難しいんですよ。理想の形になるまで。柔軟性も必要。ちょっと待ってくる。おや、どんどんレベルが上がってってる。こっから。おおおお。すごい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 。大事、先生ちょっと帰りそうになっちゃってたよ。あれもう教えたくないの。なんかどんどん吸収していくんですけど、なんかできてますよね。すごくないですか。あれこういう感じだったっけな。こんなに早く行くんですかね。もう一回え、すごい。俺もできるぞ。難しいですよ。ちょっと無茶振りしちゃったなって自分思ってたんですけど、全然。おおすごい。どうしたですか。できてます。ここから、はい、本当神の領域になってきます。本当にウィンドミル、もうブレイクダンスといえばやっぱこれやりたくてやる人多いと思うので、はい、やってみたいと思います。これ目指しますよね。やっぱもう最初もう一発目ウィンドミルから、はい、じゃあどういう動きなのか、はい、伊勢くんにウィンドミルを見せていただきたいと思います。はい、いきます。先ほどのチェアを使って、はい、足を振ります。うまい、綺麗ですね。うわー、うわ、早っ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 、おーすげえ、すごい、風が、風がすごい、風来る、風がすごい。これ試合中にやろうかな、近づけなくなる、近づけない近づけない。これで KO したらかっこよくない。ということで今のウィンドミルをやっていきたいと思います。じゃあ、できたと思います。簡単にね、簡単に言うけど、あれを見せられたと。まずこの状態、もう足を振るチェアの入り方を甲斐さんにやってもらおうかなと思うんですけど、さっきは横から行ったんですが、今度前から、はい、正面から行って後ろの足を上げといてもらって、これを入れ替えてってください。こうやって後ろから前に入れ替えて、ちょっと一旦やっていただいて、右足を上に上げて、そうですね、そこから足を入れ替えて、そうです、はい、これ結構難しいんですけど、ちゃんと耐えれてるんで、体が。いいですね、いいですね、そうです。それで、ちょっと体が、ちょっと前に行く勢いが生まれるんですけど、ここから、こういうふうに、腰が横から前の方に、ちょっと浮くんですよね、足を上げると、こういうふうに、この瞬間に潰していく、肩に、手から肩に落としていく。ここからこういう風になんかっていう感じになります。お手本の安定感やばくない。超スローモーションでやってくれてるけど絶対難しいよ。おお、あれもうできてました。でも痛いですよ、ちょっと痛い。嘘でもいいからちょっとできないと。そう、嘘でも、嘘でもできちゃった。どうしようってなっちゃってる。そうです。あれ、はい、斉藤くんやらんやってる。そうだね、もう完全にもう見てる側に回っちゃってる。まず前提としてまだ全然ね、前回しか立ってないの。はい、そこから回して、おお、いけるな。もうここに行くまでに超時間かかるんですよ、本当にで、ゆっくり、そうですね、左肩入れてって吸い込まれてってケアで支えてくれる。おー、マジでやばい、マジでやばい。すごいな。どうしたの？ B ボーイすぎる。もう人生 B ボーイですか？ B ボーイすぎる。じゃあ、あっちのね、ブレイクダンスのプロの人たちがもうざわついてる。おーみたいになってるんで。じゃあここでちょっとレベル上げて、今のって足で押してるから上げやすいんですけど、これを片足にして余ってる方の足を上蹴って、なんか地面から上にキックしてるような感じになります。で、ここでこの形ができてるんで、ここからチェア、はい、ちょっとショートカットすると短くしていく。そうです、そうです。蹴って、でそのままチェアに、さっきと同じ感じですぐるっと向いていきます。キックしてチェアに、おお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 お
すごい。顔とか擦れてるけどめちゃめちゃ。あ、そうなんですよね。顔ちょっとどうしてもちょっと擦っちゃったりもするんで。ここの部分から実際入って、さっきのやってここまで行くと、これで一瞬ミドミルができてる。おお。すごいね。すごすぎる。おお。それ繰り返すだけ。すごいすごいよこれ。歓声が巻き起こってますよ向こうで。やばい、やばいな。そうなんです、本当に今の繰り返すだけなんだけです。まだ一周行きました。もうできたんですよ、一周できちゃってたんで。もうえ二周目も見たい。二周目も見たい。ちょっとめちゃ無理ですけど三周ぐらい行けちゃうんだよね。カイさん、ここめっちゃ高くていいね。ここ高く、うん、素晴らしい。交換して、で、ここから上げる。おぉーおぉーすごい、すごい、すごい。クリアー。汗かいた。やばー、すごいですね。いけましたね。もう全然クリアです。問題ないです。レベル4ウィンドミルクリアです。クリア、ね、なんかでも回りたいね、もっと回りたい。すごいね、すごいですね。まだ満足まだ満足できない。まだ全然1時間え今日1時間でですね、はい、今20分ぐらいですか。20分ぐらいしか経ってないですよ、ね、完璧ですね。もう何も文句ないです。もうスピードも良かったし全然余裕感もあったと思う。見てる側もまだいけんじゃないかな。まだいけんじゃないかってあったんで。すごい、なんか閉まりそうだけど動画がなんか動画閉まっちゃいそうだけど、まだ閉まっちゃう。一応一個ここまで来たらクオリティ上げたいの、もっと、うん、ウィンドミル、ウィンドミル。でどっち行きます、この新しいその上のやつ行くか、もうウィンドミルでもっとマスタークラスまで上げちゃうか。ある意味それがもうここ行ってもいいですよね。種目変更でレベル5の、はい、マスターしていきますか。していきますか。じゃあはい、じゃあそちらで今日は、はい、行きたいと思います、はい、完璧にもう入りから最後の締めまで。じゃあウィンドミルで 3,4 周回ってチェアで止まれたらいいです。そうです、最後形をパチッとこうチェアまでいけるように今日目指していきましょうか。それができたら星5ですか。星5ですね。星5ですね。そうですね。その形一回見せてもらって、はい、じゃあ一回ちょっと自分の入りもそうですね、さっきやりますね。じゃあトップロックからねじって入って2,3 でここで止める。うーおちょっと余裕感があると思います。かっこいい。これできるか、できるか。これできたらやばい。うまい。うまい。うまい。最後チェアまで。チェアまで。それで最後ピタッていよ。コツはつかんの、コツはつかんの。3回グリングリーンはできてたね。3回、うん、できてたね。そんなもっとできそうですよ。言うね、君さっきから。いやいやいやこの辺がもうやばい、明日絶対筋肉痛だな。そうですね、これはやると思います。いつもの多分格闘技の練習とは違う筋肉使ってるから。いきますか。うん、こうで、そうそう、甘い、甘い、はい、止める。頑張れ、頑張れ。惜しい。あ、惜しい。惜しい。惜しい、惜しい。ウィンドミルまずどこ？高いですね。僕が止まるとしたらどこで止まるんですか？後ろのここら辺からもう止まるぞ意識を持っといて、振り返った時にはもう止まること確定にしといて、こうさっきのチェア持って足ついてるね。抜いてから止まろうとするんじゃなくて、なんか背中の段階で次で止まるぞと思っておくと。結構止まりやすかったりします。例えばウィンドミルこう入って次で止まるぞってなってここでこう止める。いやここでこう打っていかないとそのまま流れちゃうんですよ。流れちゃうとまたウィンドミルに入っちゃうんで。携帯でさ撮ってさちょっと見て見ていい。あ、オッケー。
ガチやん、撮影忘れてるよ。見てさ、見て客観的に見た方がなんかどこ直した方がいいか自分だと分かんないんですよ、どうなってる。確かに確かに、これすごく大事です。これ大事です、これすごく大事です。撮るのめっちゃ大事です。あの今までいろいろね、ブレイクダンスチャレンジって方、いろいろ芸能人の方とかやってきたんですけど、ちょっと撮ってもらって今直すっていう人いなかった、いなかった、いなかった。ねえ、そうなんですよ、これが楽しくなっちゃう。本当に僕誰にも教えてもらったことない。あ、そうなんですね。教えてもらいたいなってずっと思ってます。僕がダンススタジオなんでいつでも来てください。そうですよ、ね、全然いつでも、はい、もっとこれやりたいとかね、逆にあったら言ってくれれば。そうだね、今日はあんま盛り上がらずに。確かに格闘技の練習サボり始めるかもしれない。それ大事ですからね、一番ね。あいつ朝練来なくなったなって思ったらダンススタジオ、ダンススタジオ行ってるかもしれない。急に同じチームになってバトル出てたりとか。何やってんの。めちゃめちゃキャップかぶり始めるから。惜しかったね。今止まろうって思い始めたのが遅かったんだよ。ああ、そっか、ね、ちょっと映像を見てみてください。すごい良かったですよ。あ、ごめんなさい。ここ静電気すごい。ここ静電気すごい。あー、なるほどね、なるほど。自分たちもこうやってね、バターの形とかね、ネタをね研究するんで。おー、未だにやってますもんね、うん、ちょっと足が回ってるな。B ボーイ解散。そうですね、もう B ボーイの感じですね。足をこう先生たちめちゃめちゃ嬉しそうだよ。めっちゃ嬉しいですよ。よし、止めるぞ。そう、止めるぞ、止まるぞ、止まるぞ、止まるぞ、次の俺が止まるぞ。止まるぞ、解散、止まるぞ。なんとこれくらいシンプルで大丈夫。解散の場合です。はい、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 行ったんで、足が形ここまで来たなんで、いいですよ、いいですよ。なんか、あー、なるほど、あー、なるほど、なるほど。斉藤くんになってあ、このなんか回ってる途中がそう、静電気がやばいですよね。ここが浮いちゃってるんですよ、ここが。そうです、そうです、開始の時の開始が、あ、今でも結構良かったですよ。撮影中なのにみんなカメラに線抜けちゃってますから全員ガチ、全員ガチ、全員背向けちゃってますから。みんな背向けて。ここ向いちゃいますね。ここが、ここの切り返しでしたね。切り返しが向いちゃいますね。次こそ、次こそ。おっ、いける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 、あー、いやー、ちょっとまだ遅いのか。まだ力ずくでいこうとしてた。まだ頭やっぱね、浮いちゃうんだよな。あ、そうそう、やっぱここっすね、ここで多分もうついてコーチが、コーチが分析してるんでコーチのここで多分もうつけてたんですよ、ね、今ここでもう無理やり入ってるんで、ここでなんだこれ多分それがいいところかもしれない。なるほど、こんな分かりました、分かりました分かった、分かったんかいめちゃめちゃ重い。うまいな。そこからいけるんですね。そう、もうなんかその辺からのんびりやり始めていいと思う。そうだね、ゆっくり、ちょっとゆっくりね、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 チェアに行きます。ここからチェアに、ここからの難しいですね。なるほど、難しいんだ、そこがどんどんそのままになってる。もう入り方はもうここから入るのはありです、ありですよね。もう完全ストリートの練習だもん、これもう。そう、座っちゃってるから、座っちゃってるから。もう教えることないですよ。うわー、うまっ、めっちゃ綺麗、角度完璧でしたね、今。すごい、うわー、うまっ、いける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 、おお、悔しいね、これ。すごい、運動機めっちゃ良くなってますね。みんな見てます。悪いっすね、もう、うん、回るのは掴んでました。止まれたらこれすごいね。スタミナの限界が来てるから、そろそろ。そうです、ね、そろそろ決めるわ。はい、イメージトレーニング大事。いきます。止める、ここで止
ました。いや言ってたんじゃないですか。もう止まってましたもんね。ちょっと無理やり。いいんですよ。最初は無理やりで全然。もう無理やり。めっちゃ止まってたから。なんかダサいなちょっと。頭はついてなかったですね。ここで頭をこっちに入れ込めばくっつくんじゃないですか。ここでしって。これいやでもほぼできてたけどね。確かにほぼほぼできてる。そうほぼできてる。なんか最後もうちょっと慎重になってゆっくりでいいと思う。オッケー。多分ね。知らんけど俺は。二人とも知ろう。二人とも知ろう。減速したら止めようかなっていうので、多分それ決めた方がいい。決めたんですか。うん。だから例えば4、俺たちも数えるんで、4回数えたら、5回目で止まりに行きます。俺たちも言うんで、4切ったらじゃあフリーズーって言うんで。そしたらフリーズのもう5回目で取る。もう5回目で取る。よし。じゃあ声聞いて先生方の。はい、最後に1周取って。1、はい、2、3、4、蹴り止めて、蹴り止めて、すごい、止まりました。いったー、完璧です。完璧です。すごい。でもウィンドミルちょっと今下手でした、ね、いやそんなことはないよ。そんなことはない。いや結構やってますよ。大丈夫ですよ、うん、多分もうそれそれこだわり出したらマジで終わらん。本当に来た来た。斉藤先生どうする。止まるときめっちゃいいっすね。完璧でしたね。来ました。完璧でした。来ました、ね、やりました。じゃあこれ レベル5いただいたということでよろしいですかね。もうここじゃないかな。おお。レイバージャパンのメンバーでいた。あ、そうです。あの B-boy クルーが多いんですけど。行きますか。もうね、もう全然カイさんにも入っていただいて。おお。もうここのねマスタークラス本当に行っちゃったんでね、本当に。1時間でね。あのここやってなんかここはちょっと難しいな行くよりここを極めるなんて普通はないんですけど、うん、こっち行ってここまで行っちゃったんで。すごいところまで行っちゃったんで。マジすごい。いやだいぶ。だいぶできるようになりましたね。すごいね、すごかった。めちゃめちゃ楽しい。ガチ1時間ですからね、うん、本当にガチ1時間ですね、これは。すごいですね。どうでした、やってみて。ガチにやってみて。いや、楽しいですね。本当に嬉しい。すごい嬉しい。それが、ね、一番嬉しい。あとやっぱその、映像で見てもなんかやっぱ分かんないですよね。あ、うんうんうん、だけど、直接教えてもらえると、すごい分かりやすいです。なんかいつでもね、いつでも声かけていただければ、すぐ駆けつけるんで、うん、本当ですか。本当に言ってくだれば、本当にね、来ますし、なんか他にもね、逆になんか、カイさんみたいにね、チャレンジしたいって人がいたら、もうね、全然言ってくれれば、カイさんはここまで来たけど、そうだよ、ここで来たけど、逆に他の人たちがどこまで行くか、確かに、他のアスリートの方 ね、そうですよ、全然、皆さんもできますから、本当に、頑張れば、うん、そんなこと言ったら、本当にみんなから、あ、本当に、本当に、お願いします、全然、はい、お願いします。じゃあ、ちょっと、うん、また教えてもらってもいいですか。あ、ぜひぜひ、ね、ちょっともうちょっと極めて、あのブレイクダンスの大会に。おお、バトルの高いバトルへの道。ちょっといいですか。もちろんです、全然。はい、次回それお願いしてもいいですか。あ、もちろんです、もちろんです。全然初めてバトル出た時、うん、ここできてないから。ウィンドミルね、ここがここで止まってます。ここで出た、ここで止まってます。もう必殺技がラビットからの1点フリーズだった。おお、ここまでいってなかった。カイさんここがあるから、そう、これをちょっとね披露しつつ他のオリジナルムーブも、はい、ね、ゲットしてたら熱い。あの格闘技の休みの息抜きなんかに。そうですね。じゃあ、お願いします。ぜひぜひ、はい、バックアップします。はい、全力で。ありがとうございます。はい、じゃあこの後、うん、このフレーバージャパン TV さんの方で、うん、コラボさせていただきます。はい、はい、ありますね。何やるんでしたっけ。いや、もうすごいことやるんですよ、本当に。僕はすごい楽しみですよ。そうね。はい、ちょっと面白い企画をやりますんで、うん、ぜひ皆さんそちらもね、チェックしてください。はい、はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、おいす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 お邪魔しております。なんと今日はリクト君と初コラボっすね、はいはい、そうなんですよ、初コラボなんです、ね、初コラボです。今ね、奥さんがそうなんです、あの出産でね、そう入院中で仕事だな。モテモテだよ、学校で。これはモテないじゃん。コラちゃんモテるでしょ。モテない。いえ、そうでしょ。そうじゃない。好きな子いるんですか。好きな子はいるっちゃいるけど。おお、あらバレないやめたの。お、使ってない。犬のおまりさんって。だんだんだん。お、すごいじゃん。まいたまま。え、じゃあ耐えるの。おっとっと、あっちかい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 。え、すごっ。あっち。
。